皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年、12月の3日、11時16分。数日前に、父親の家行って、ベッドを購入させられているところを、撮影したんですけども、もともと、布団で、寝てますので、ベッドの購入、介護の人たちには必要ありません。これはどの方にも当てはまります。で、これは、そこで従事されている人が悪いんじゃなくて、そういうふうなものを販売されている会社の方たちに問題があるのであって、これは政府で規制をかけてください。総理内閣、国会議員の方たちへのメッセージなんですけども、もともと必要性もないものを、無理やり買わしていると。で、特に金属製のベッドですので、加工するのにエネルギーがたくさん消費されますし、エネルギーの残存量問題的にもそうですし、もともとベッドで寝てる、ベッドで寝るようになったから、ベッドから落ちてしまうとかね、そういうふうなことになってしまうんですよ。これは私の母親もお亡くなりになったんですけども、2019年に。入院中にベッドから、落ちて骨折したと。そういうことがあったんですよ。だから本当は病院も布団の方がいいんですよ。で、なぜ布団じゃないかって言ったら、下がね、こういうふうな、ビニール関係とかだったら、布団の場合どうなるかって言ったら、水滴がつくんですよ。冬場とか。体温で。で、下は冷たいから。で、びちゃびちゃになると、布団が。で、畳とかだったらそういうことにはならないんで、畳引いてればよかったっていうことになるんですよ。だから永遠にこう、ずっとベッドの金属をね、加工してベッドを作るんじゃなくてね、ベッド自体が必要ではないものだと。そういう認識でいていただけたらいいんじゃないかなと思います。もちろん木製のベッドもですよ。そういうのはもうホテルとかだけでいいと思います。で、本当は日本の旅館ってもともと布団じゃないですか。だから本当は日本の旅館の方が優れていたっていうことだと思いますよ。畳んでスペースが作れますし、木製にしても結構重たいじゃないですか。運搬でもエネルギーが減るし、ガソリンが。あと、加工でもやっぱり電気たくさん使用します。で、木材を運んできなきゃならないですからね。だから、賢い効率的な生き方っていうことを考えたときに、ベッドはいらないっていう形になるんですよ。世界中で。必要ではない。で、それを、特に介護事業でね、導入しないように、政府で、法律で、規制かけてください。ベッドの販売はしてはならないと。あと、病院も、今あるベッドが、壊れたりしたら、もう、畳引いて、布団にすると。そういうふうな形にチェンジしてください。そうじゃなかったら、きりないですから。永遠に、ベッド、壊しては購入して、壊しては購入して、古くなっては購入して、これずっと繰り返されますんでね。でいちいちその都度、また溶かさなければならない、運搬しなければならない、大量のエネルギーのロスにつながりますんでね。皆さん、国会議員の方たち、総理内閣の方たち、皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。それでは、動画の方をどうぞ。淡井圭介です。父の家に来てるんですが、こういうふうに、必要のない介護ベッドを買わされてますね。税金だろうが、何だろうが、同じですよ。税金だとするとみんなのお金ですから。こういうところを、介護関係の人たちをしっかりと取り締まらなければならないですね。その会社の役員さんをですね、販売させないように。もともと布団だったら落ちることがない。